あ、ありが、ご紹介ありがとうございました。では、ちょっと発表させていただきます。まずですね、従来技術とその問題点ということなんですけども、そもそも、このタイトルが何に使うのかとか、どういうイメージなのか、全くわからないと思いますので、ちょっとそこをまず話します。まずですね、私が、ターゲットにしているものの一つには、自動車業界に代表されるものづくりの現場は、現場においても人の触覚に基づく技と感性が重要な役が見合っています。どうですかね、金属加工とかそういうことをやってる人たち、業界の人が多いと思うんですが、できたものがですね、ちゃんとその表面が、きれいにできているか、塗装すると、そのわずかな凹凸でも塗装にまだらができたりしてですね、商品の価値が大きく下がる場合があるわけですね。特に高級車は多分おそらく特にそうで、わずかなこううねりがあるだけでもですね、塗装後にうねりがあると、その商品価値が下がってやり直しが起きるということをお聞きしています。それで、自動車業界の人たちの生産ラインでは、最終工程でですね、人間がですね、今のそのいわゆるデジタル DX がかなり進んでいるその自動車業界、生産ラインででもですね、そのわずかな凹凸を下がるのには、人がですね、視覚と目を使って、こう一台一台こう全体をなぞってですね、ここにエクボがあるとか、ここはうねってるねとか、そういうことをやってるというふうにお聞きしました。で、この数字がどれぐらいかという問題は十分には調査できてないんですが、我々がその調べたり聞いたところですね、こうですかね、微小凹凸ですね、は深さが5マイクロ程度ですね。で、この5マイクロ程度は、我々が作ったサンプルにしたを使うとですね、訓練を受けた熟練職人いやですね、もともとすごい感覚にこう途切れてる人ではないと、やっぱ結構難しくてですね、なかなかわからないと。でも職人とかはですね、そういうことを大量に生産ラインに流れている車を大量にですね、早くこうなぞって検出できているというふうに言われております。あ、すみません。まず、ちょっと長くなりましたが、背景としては、ということで、とりあえずやりたいのはですね、微小凹凸。目で見てわからないような微小凹凸ですね、ほとんど。普通の人が触ってもわからないような微小凹凸を、普通の人、特訓練を受けてない人にもわかるようにさせるにはどうすればいいかというのが私の、問題です。で、もちろんですね、そうか、そこら。微小凹凸を検出する方法は世の中にたくさんあるわけですね。例えばロボットアームでなぞればいいじゃないかとか、ライティングや画像処理使えばいいでしょうというのがありまして、確かにその通りでできるんです。研究室、ラボレベルでは。でも実際に工場でですね、それがその何百台、何千台があって、かつその、どんどん流れていってくると。で、いろんな車種がある。その中で、これが、いわゆるその、お金としてペイするか、時間としてペイするかというと、やっぱり難しいという、かなり難しいという状況ですね。まず、その、光を使うと、やっぱり自分自身、ロボットアームや、車体によって違うので、陰影がちょっと、見えてきてですね。それが汚れなのか、汚れというか、埃なのかとかですね。何かの陰影なのか、凹みなのかというのが難しい。5マイクのオーダーなので。全然髪の毛より遅いですね。6分の1ぐらいですか。髪の毛は30マイクロぐらいだとしたら。で、あと、たぶんロボットアームでなぞるっていうことも言われてるんですけど、人間の遅さよりはるかに遅いんですね。人間だと、さささーっとなぞって、あ、ここおかしいよってこう言うんですが、ということでですね、全然自動化の話は、実用化には今のところまだ至ってないっていう問題が言われています。で、そうか。で、部分的に測ろうと。ここだけ凹凸があるよと。というのはですね、いろんな方法が、なんてデバイスがありまして、例えばゲルサイトって、今ちょっと流行ってると思う、ロボットの
ロボットハンドに見ても流行ってると思うんですけども、まあ、いわゆるそのカメラを中に埋めて表面の歪みですね。センサー側の中にカメラを埋めて表面の歪みを見て、ここが3次元で計測してですね、こう凹んでるなとか、まあ、そういうことは測ることはできるんですけど、そもそもこれはどこが凹んでるかっていうのがある程度おかしいよねっていうのが分かっていて、そこを正確に測る技術なんですよね。でも我々が、今私が目指しているのは、どこがそもそも凹凸が存在しているかという、そっちの側に振っているんです。そうなるとですね、まあ、既存にある精密に測るセンサーは基本的に速度が遅いのと、まあ、使う場所がかなり限定されてますよね。デバイスある物体液を切り取ってそこの研究室に資料を入れて測るのはできるんですけど、そもそもその資料はどこにあるんですかと。あと切り取ることが難しいとか、そういうものにはなかなか難しくて、そういうセンサーはないということです。で、まあ、そうですね。すいません。これまあ同じような話をしてるんですけども、じゃあ訓練すればいいじゃないかということなんですが、やっぱ訓練ですね、なかなかコストと年月がかかるということで、やってはいるものの、まあ、人が減ってきている中で、まあ、難しいかなということが背景にあります。で、そこでですね、我々のアプローチ、一緒にやってる研究室もあるんですけど、我々のアプローチとしては、もうロボットを使うのを諦めようというか、諦めてはいないんですけど、ロボットをまず使うんではなくて、人間のまず手や指の感覚をそのまま使おうじゃないかと。で、問題だったのは、5マイクロの細い、薄いこの凹凸ですか。並々。凹凸が人間で検出できないという問題だったんですね。じゃあ、人間の検出能力を上げてしまえばいいじゃないかというのが我々のアプローチです。で、この研究はですね、もう20年ぐらい前から実は行われていて、人間のその、感覚をですね、簡単に増幅させることができるデバイスというものがそもそも提案されているんですね。もうに、えっと、これ20年前、15年ぐらい前か。で、それがですね、まあ、ここのこの画像にある、これですね。下にシートが、まあ、これ横から見た図なんですけども、下に薄いシートがあって、そのシートの上にこうピンがこう立っている。こんな感じで。で、まあ、サイズはこんな感じなんですけども、1ミリ間隔ぐらいで。で、ここに5ミリのピンが立って、これ、剣山型のタッチレンズって言われるものがあります。で、使い方としては、この図にあるように、こう指の腹にですね、剣山を置いて、もう表面をこうなぞるだけですね。ちょっと実物、ちょっとありますが。まあ、あるんですね。ちょっと、実物見せます。見えますかね、ここか。こんな感じになっていて。結構硬い。硬い。で、こんな硬いのが、なんで5マイクロをなぞったときに増幅するんだっていう気もするんですが、まあ、これは結構増幅されて、まあ、さっき言った金属基板、こんな感じでですね。もう表面全然わからない。5マイクロなんで、こう、わずかにこう、色が真ん中、少し変わってるのかありません。ここに5マイクロの凹みが彫ってあるんですが、全然人が触ってもわからないです。それをこう当てて、こういうふうになぞると。まあ、そういう使い方です。まあ、これで、実は人の、触感を増幅できるという話は、もうすでに提案されているんですね。で、じゃあこれで解決するかというと、そんなこともなくてですね、こう、裏側に先ほど言ったんですけど、ここに硬いシートがあるためにですね、その微小な凹みですね、傷とかを検出することはできないんですね、物理的に。なぜなら、シートがそれを乗り越えてしまうからですね。ということで、凸に関してはこれですごく増幅できるということ。感覚的には2倍から3倍ぐらい増幅されるということなんですが、されます。で、なんですが、凹みができないという問題がありまして、まず応用されていませんでした。で、前書きはなくなって、ということで、従来技術の問題はですね、まあ、こういう剣山型のコンタクトレンズはあるんですけども、微小な凹みの増幅はできないとか、スリット状の凹みの検出はできないという問題があった。で、新技術の問題としては、触覚増幅、要するにシートがなくても、
ピンみたいなものがあって、増幅効果を生むものをとりあえず探そうということで、私が発見したのはですね、スパイラル構造ですね。スパイラル構造っていうのは、こう、回転しているコイルみたいな、スパイラル。等間隔の、こう、等間隔である必要はありませんけど、コイル構造を使うとですね、実は、凹みや傷も発見できる、増幅できる、なぞるだけで、訓練してない人がなぞるだけで、できるということを、私は発見しました。これが新技術ですね。で、まあ、こう違いは、ここに書いてあるように、微小凹み、凸、今まで凸しかできなかったのがですね、凹みや傷ができるようになったということですね。で、本術を使うことで、いわゆるその訓練を受けてない人でもですね、簡単にですね、あ、ここに5マイクロがあるとか、ここにあったって、こう発見ができるので、いわゆるその専門の人を呼ばなくてもできる。もしくはスクリーニングにまず使って、その後職人さんにこれ合ってますかっていうと、やっぱり時間短縮になると思います。で、まあ、これはもう一つ狙いがあって、じゃトレーニングの方ですね。どうやったら職人さんみたいなその感覚や検出能力を獲得できるかっていう、そういうトレーニングにも使えるというふうに考えてます。あ、すいません。で、そう、スパイラルコイルをちょっと紹介するのを教えてました。どんなものかっていうと、こういうスプリングですね。これは100均のボールペンの中に入っているスプリングですね。そのもの。で、これだと、この表面に傷がついてしまうので、ここにシート、薄い布を当ててるんですけども、これをもう少し、その、まあ、進化といってもこれも100均で見つけただけなんですけども、洋服のファスナーコイルですね。洋服のファスナーコイル。私今、チャックにつけたと聞いてるんですけど、ここにあるファスナーコイルの布部分だけを全部外したものがありまして、それをですね、それも拡大するとこういうスパイラル構造をしてるんですね。それを同じように指の腹に当ててなぞると、増幅できることが分かっています。これ図で描いたイメージ、こんな感じですね。これをもう少し違う角度で見ると、まあ、こんな風にうねうねうねし。だからこのスパイラルを少しこう縦にギュッと潰しているような感じです。はい。で、想定される用途としては、同じようにまあ自動車及びその部品製造に適用することで、まあ、品質管理が簡素化されるんじゃないかと、私は考えています。そうですね。実はこの自動車のまあ表面だけではなく、そのいろんなところでですね、凹凸がどうなってるかっていうのが結構気にされてるということが分かりまして、表面だけじゃなくてですね、まあ、エンジンの組み合わせの部分、接合部分とかですね、まあ、いろいろその鋳造したものとかいろいろあるようで、そういうところに使えるんじゃないかと思ってます。で、一方で、今のは人間の触感をこう、増幅するっていう話で話しましたけども、それ以外にもですね、ロボットアームの、いわゆる触覚センサーの応用が一つ考えられるんじゃないかと、私は考えております。はい。これは、まあもちろん、今のは機械的な構造だけですので、それを何らかのセンサーと組み合わせる必要があると思いますので、そういうセンサーを、で、我々はですね、これ、まあ、ここでは、詳しいことは聞かないというか、今回は、メタマテリアルっていう話で話を振ってるんですけども、歪みゲージなどのセンサーと、さっきの素材を2つ組み合わせることで、その増幅されてるということを、定量的に取るっていうことに成功しています。定量化に成功していて、まあ、人間がですね、まずなぞると、歪みゲージのセンサーはこうどんどんどんこう増幅して、まあ、例えばその指の腹に歪みゲージを貼ってなぞるだけだと、まあ、あるこういう変形が見えるんですけども、さっきのコイルをさらに重ねてなぞるとですね、さっきの変形がこう、振幅が大きくなるとか広がるとか、まあ、そういうことを観察できているということで、まあ、定量化ができると。で、定量化できれば、もちろん人間なぞりの評価もできますし、ロボットアームですね、の触覚センサーへの適用を考えられます。で、現在はですね、硬いものにこう着目してるんですけども、
割と問い合わせがあるのはですね、柔らかいものの微小凹凸がわからないですかというのが結構あります。で、今はですね、このメタマテリアルという観点で、このコイルの構造だけではですね、難しいと個人的には思ってるんですけども、その増幅原理を抑えつつ、それ自体も柔らかいものを持てば、まあ、例えば美容ですね、柔らかいもの、凹凸、まあ、そうですね。ちょっといろいろ分野はあれですけども、言えないところもあるんですが、使えたりとかですね。医療関係ですね。でも使えるかと思う。医療というのはですね、これはそんなに、あれ、あの、機械、ただ、皮膚の感覚を取り戻すトレーニングですね。そういうのに使えるんじゃないかということが私は可能だと思っています。で、先ほどちょっと途中で話したんですけども、人間の感覚を要するに刺激することができるという観点からですね、先ほどその触覚コンタクトを何も訓練してない人は触ってもわからないと。で、触覚コンタクトを使って触るとわかるっていう話をしたと思うんですけど、何回か繰り返すとですね、触覚コンタクトがなくても触ってることがこうそのうちわかるようになるんですよね。ってことは人間の中で何かトレーニングされて能力を獲得していると。いうことがわかるので、そういうふうに教育ですね。ものの技術の伝達とか、教育とか、そういうところを、まあ教育というのはその技術者の育成という意味ですね。にも展開することができるんじゃないかと思いまして、今はそういうふうにも研究を進めています。あ、そうかそう。すみません。これは出すの遅れましたね。先ほどの歪みゲージの話ですね。指の腹にですね、歪みゲージを、まあ、貼るというか、いわゆるその指サックの中に歪みゲージを埋めてるんですよ。まあ、これはいろんな方法があると思う。で、そこにコイルをってなぞるとですね、なぞりますと。で、そのさっき言ったプレートの表面には、だいたいこれ幅が4ミリぐらい。横は4ミリなんですけど、縦は0.005ミリ、5マイクロのこういう凹凸の金属を表面に加工して、こう実際になぞります。で、こっちの点線がですね、いわゆるその、あ、あの、コイルなしで歪みゲージでなぞっただけの時の凹凸。凹と、こう、あ、へ、へ、凸と凹みですね。で、それにコイルをつけてなぞると、このね、振幅がこう、増幅するんですね。ぐーっと。しかもですね、横にも長くなると。いわゆる増幅している時間も長くなるということが分かっています。まあ、それがその一つのこうセンサーとか定量。これはロボットのセンサー側にも触れますし、人間のその感性、感覚を定量化する。まあ、ひいてはですね、ひいてはところがもう、まあ、すぐそこにある技術なんですけども、今発見、どこに、凹凸がどこにあるかを発見するっていう話をしたと思うんですが、実はデータ化ができると、まあ、現在、流行っています機械学習などを使うとですね、なぞった瞬間に、あ、ここはだいたい何マイクロだよねとか、これどういう形状をしているよねと、まあ、いうことも、まあ、可能になるわけですね。はい。ということでですね、いろいろその、いいことを話したつもりなんですが、じゃあ課題として何があるかというとですね、今スパイラルコイル、先ほど見せたものを、そうかそうか、見せたと言っても、これが、100均で売ってるコイルですね。これ保護シートをただ貼っていて、こんな感じで柔らかいですね。これは作るのが難しいんです。というか作り方がわからない、今のところ。なので、実は世の中に売っているコイルをたくさん集めて、これがどういう影響を持っているかという調査はできてるんですけども、例えばある形状、ある深さ、ある凹みの時には、どんなピッチのコイルがいいかとか、そういうことはまだ分かってないんですね。まあ、その分かってない原因の一つは、これを簡単に作れないからです。3D プリンターでやっとこさ作れるか作れないかだと思っています。これがもっと一回り小さいコイルを折り曲げたものですね。これをまあ自由自在にもしも作ることができれば、あ、こういう傷やこういう凹みには、こんな形状や、どういうコイルのピッチが大丈夫かと。まあ、そういうことが分かるんじゃないかと思っています。まあ、なので今後ですね、このオリジナルデバイスですね、と書いたのは、まあ、いろんな形状ですね、さっきメタマテリアル
という言葉を使わせていただいたんですけども、まず形状の問題と素材の問題をいろいろ変えたら増幅率がどうなるかという検証は今後やっていきたいなと思っております。と実用化に向けて、今ですね、加工も結構難しくてです。かなり難しくて、この表面に5マイクロの凸へこみ、なだらかなごつへこみを作れる会社さんがあんまりなくてですね、あんまりないというか、ほとんどなく、私が見つける範囲内では今ないので、5マイクロまでしか実は検証できない。何十個作ったうちのうまく成功したものを今作ってるんですけども、3マイクロ、5マイクロ以下だとこれはできるのか、できないのかという検証も実はやりたいというふうに思っています。ということで、企業さんにお願いはですね、先ほどのあれを自由に使える3D プリン、3D プリンターじゃなくてもいいですよ。おそらくコイル、ファスナーは 3D プリンターで作ってないと思いますね。そういう製造技術が克服できるというような企業があると、一緒にやりやすいなと。先ほど、これと同じように、いわゆるプレート側もですね、これは食作ですね。はい。あとは先進技術を希望するような方ですね、細かいの。しかも細かい精度で取れるというか、ラフな、いろんなラフな場面でも使えるのを希望している。あと、いろんな分野にこれを適用してみたいなという方を、企業様を、探しておりますというところですね。はい。ということで、これは発明の技術ですね。私と筑波大学さんで、これちょっと共同研究しているので、こんな感じに、こういうメンバーになっております。はい。で、この技術の本当になぞってわかるのかよという、わかるんですかっていうところなんですけども、それはですね、この YouTube 動画に、やらせではなくてですね、本当にぶっつけ本番で撮った動画が、皆さんがわかるっていう動画がわかるので、この動画をぜひ、ぜひご覧ください。はい。なかなか楽しくできてる動画だと思いますし、わかりやすいと思いますので、見てください。はい。で、私の発表は以上でございました。